き飲んでくれた方が、ご老人が、おじいさんかと思ったらおばあさんだったんですけど、1時半だと、1時半だと、ナコンサワン行きはと教えてくれましたので、ギターのピックをなくしたので買いに行こうと思います。探します。建物の作りとかがちょっとモダンっぽい感じがしますね。他の街に来てちゃいなと思って。なんかこう不思議な感じです、ほんと。なんか普通のタイミングでこう雑貨がバンってあって、ちょっとゴミっとしたような感じがないですね。ちょっと残念ではあるんです、それはそれで。県庁舎見えてきたんですけど、この県庁舎からしておしゃれですよね。チャイナート。ちょっとチャイナート歴史興味あんな。一番安い10バーツのピックを買いました。テルヒルと書いてあります、カタカナで。ちょっと微妙なとこですね。欲しい。テルヒルです。テルヒルのピック。初対面のつくつくのおじさんが、俺はもう腹いっぱいだからお前食えと、くださいました。こんなんばっかりです、この国。路面はまあまあのトムステープ味ですね。トムステープというか東北の辛いスープですね。これをいただきます。ここに入ってるんですよ。中身は見せない。13時半発の扇風機バスに乗りました。これは、ナコンサワン行きです。ナコンサワンですね。で、運転手さんの言うことには、タイファシーってところで降りて、タイファシーから車に乗り換えて、歌いたいに行けるということでした。この時間だから、もう望むべくはないですかね。ナコンサワンで終わりですかね、今日は。お話で行けるならですね、その北のところまで行きたいと思います。ブッダ・ターサのありがたいお言葉が書いてあります。ブッダ・ターサビクのありがたいと、人間それとも人っていうタイトルなんですけどね、ちょっと疲れてるので、読む気がありません。ちょっとだけ読んだけど、私には難しくて、手書きの文字も難しくて。扇風機回り始めたっす。超涼しいっす。今ですね、状況を説明すると、この地図どうせボケてて分かんないんだけど、チャイナートにいるんですよ。でチャイナートにから歌いたいにっていうのはすごい近いんですけど、直線距離で、こう曲がんないといけないんですよ。ナコンさんまでのバースはあるんですが、直行がないっていう、またさっきの朝のですね、アントン状態ですね。とりあえずここのね、パユハシーで降りて、ここで乗り換えるという運転手さんの指示です。で、今日は歌いたに行って、ナコンサワンに行って終わりになるのかな。終わったらいいんですけど、ここで夜行バスとかあったら乗っちゃいそうですね。カンペペートまで行きそうですね、僕はね。また止まらずに。いい加減お風呂入った方がいいと思うんですけど。そんなところです、現状は。バスは今、1号線をですね、ナコンサワンに向かって走っております。私は途中のパユハシーで降ります。なんだっけ、この1号線がですね、サイエシアですね、まあ英語でなんていうか知らないけど、アジアハイウェイ、アジアウェイとかアジアラインとか言われるんですかね、わかんないですけど、なんか中心的な1号線で道路で、さっきというか朝方ですね、アントンでですね、40バーツもバイクタクシーで払ったのは、この線沿いにしかですね、バスがなかったからです。なぜそういうところにバスターミナルを作るかっていうか、路線的にどうなってるのかって、アウトンは謎です。全くどうしろというんでしょうか。バスターミナルに着きましたね。バスターミナルここだったんですね。いませんでしたよ。これはやっぱりチャイナートのバスターミナルなんでしょうね。わかんないですけど。大体に行き合った。これか。結局あのバスターミナルがもうダメだったね。ところであの1号線がまるで中央線のようにまっすぐなんで、皆さんに見ていただく。1号線以上でした。ここまで順調に今まで
3キロという表示が出ました。うちの実家から佐世保ぐらいじゃないですかね、多分。なんかすごいざっくりとした言い方でする と、いや佐世保バーガー食いに行くって感じですね。いや食いに行かないですけどね、僕はもうすぐ降りるのかな。なんか微妙にあれですね、景色が北部っぽくなってまいりましたね。こうちょっとこう広がる田んぼっていうんですか、広がる田んぼ、あ、田んぼっていうか何も植えてねえや、こんな感じで、なんか紅葉樹がガーッとって感じのね景色になってまいりました。チェンマイとかチェンライもこんな感じで、多分記憶によると。ありがとうございました。なんか車掌さん、僕からお金取んなかったような気がするんですけど、ここのバスで待てということです。で、歌いたい人気のバスかどうか聞いてから乗りなさいと、優しい車掌さんが教えてくれました。眠い。爆睡してたな。本当に。ここは、なんだっけ。